やはりあの結果では満足できぬ。他者より強く、他者より先へ、他者より上へ。ということで、スコアアタックでサクッと5000万超えを目指します。さて、あいつらを叩き起こして一挙やりますかね。呪術廻戦ファントムパレード。まったく朝っぱらから騒がしいな。私たち抜きで撮影してもよかったんじゃないの？それはダメ、ちゃんと働いてもらうよ。そんで今回は、やはり最強の呼び声が名高い学生五条で5000万以上のスコアを目指します。まあ学生五条は SSR の学長がいれば安定して火力が出せるもんね。パーティー的には紫五条の時と同様にデバフパーティーなんだな。まあスコアを出すにはやっぱりデバフがいいんだよな。とりあえず最初のうちは通常攻撃してターンを稼ぎましょうか。シグロの必殺がたまらないとスコア稼ぎはスタートできないからね。そんじゃあ動きが変わらないならちょっと倍速モードで進めるか。行くよ。やっしょい。最善の一手を手取り考える。やっしょい。いくよ。しどれ。いくよ。俺のターン。これが無限。やっしょい。いくよ。いくよ。これが無限。やっしょい。いくよ。いってはいけぞ。今今必殺。純正加減してやらねえ。これが無限。取り返し。いくよ。しどれ。よし、準備ができたな。では領域展開していきましょうか。と覚悟しとけ。これが無限。領域展開。覚悟を得て。さて、そんじゃあここからデバフ祭りだな。シグロはここからは切り払いしかやらないな。おじいちゃんは呪力の音だ。ちゃんと回想残死の効果ターンを確認しておきましょう。少しでもこれでスコアを稼がなくちゃいけないし。こっちの回想残死の効果は2ターンだから次のターンに使わないとな。あと学長はモキを使って、学生五条は変わらず術式の開示をしていくんだな。確実にバフを漏れなくかけていくんだ。やれ。2ターン目も同じ行動だけど、回想残死を使うのを忘れないようにしないとな。あとは次のターンがいよいよスコア稼ぎになるんだな。うむ、次のターンが楽しみだ。これが無限。ガラケ。くらい。やれ。さあいよいよここが本番だ。どれぐらいのスコアが出るのか楽しみだな。覚悟しとけ。ガラケ。くらい。教育が必要そうだな。出番だキャッシー。術式順転。出力最大。青。お、5000万超えたぞ。これは確実に記録更新だ。まだまだ攻撃は続くがどこまで伸びるんだ。5300万か。いい感じだ。まあまあ強いみたいだな。さて、ここからはもう消化試合だからここも倍速で進みましょう。最終的にどこまでスコアが伸びるかな。マイル、最後のターン、トレーナーに、ガチッ、行くよ。いってはいけ、そうだよ。さて、チャージをつけ、ガチッ、行くよ。術式順転、出力最大、青。5599万ダメージ。これは良い結果だね。とりあえず今回のスコアアタックはここまでかな。ああ、満足したよ。また次のハイスコア時に楽しませていただこう。というわけで今回は短いですがこれでおしまいです。また次回の動画もお楽しみに。しみにー。